バイ。ご乗車ありがとうございます。この列車は京都の高原橋4号の大府行きでございます。それでは止まります駅を到着時刻ご案内いたします。次は山梨市です。本日の山梨市を出ますと沢温泉5時5分終点の甲府5時49分甲府には17時49分の到着です。この列車は特定の車は停車しております。定期に書かれました号車番号、座席番号、よくお確かめの上、ご乗車ください。また、車内は、お手洗い、洗面所はご使用には慣れませんので、あらかじめご了承ください。JR 東日本では、山梨県、地元、自治体とともに、6月30日まで、花と名人、お菊池色の山梨へ、本島、日本、一時間、山梨発行を実施しております。実際には、このレトロキャスターを始めまして、さまざまな日列車の運転や、山梨の春を感じられるイベントを予定しております。この先、山梨市駅を過ぎた付近から左右に広がる桃ヶ岳をお楽しみいただきます。わずかな時間ではございますが、懐かしいレトロキャスターの旅と山梨の春をお楽しみください。ご案内は航空局の島岡です。終点の甲府までご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。ご乗車ありがとうございます。次は山梨市に停まります。
まもなく伊香保温泉に到着です。お出口は左側です。伊香保温泉から後から参ります。普通列車小淵沢駅をご利用のお客様、降りましたホーム1番線でお待ちください。1番線から17時30分、5時30分の連絡でございます。伊香保温泉の駅はすぐの発車となります。引き続き甲府までご乗車のお客様、どうぞ列車から降りられませんようご協力をお願いいたします。ありがとうございました。まもなく伊香保温泉でございます。